あらさんこんちは、つこです。それでは今回なんですけども、今更聞けない PayPay ペイペイお得な使い方、PayPay ペイペイの種類や有効的な活用方法を3つ紹介ということで、今回はスマホ決済でも利用者数は2000万人を超える PayPay ペイペイですね。まあ僕も大好きなスマホ決済の一つでもあるんですが、その PayPay ペイペイで還元された分のボーナスとかがどのタイミングで使った方がいいのかなっていうのが、まあ僕なりに簡単にお伝えしていこうと思いますので、まあぜひですね、今後の参考などにしていただければと思います。それでは行ってみましょう。 まずお得な使い方をお伝えする前に、そもそもペイペイ残高については4種類ありまして、今出てるようなペイペイマネー、ペイペイマネー、ライト、ペイペイボーナス、ペイペイボーナス、ライトという、これら4つとなっています。まあ初めて聞いた方からすると、まあぶっちゃけ何のこっちゃってなりますよね。まあちなみに僕も最初はそんな感じでした。まあせっかくなので一つずつ特徴をお伝えすると、 まず最初の PayPay ペイペイマネーなんですけども、これが一番馴染みやすいものだと思います。銀行口座とか、セブン銀行 ATM、ヤフオク、PayPay ペイペイフリマ売上金が PayPay ペイペイマネーに,に当たりまして、もともと自分のお金に近いので、まあ、送金ができたりとか、出金もできたりします。もちろん有効期限もありません。なので、チャージしっぱなしでも、この残高は消えることがないので、まあ安心して使えますね。 次に PayPay ーライトなんですけども、こちら Yahoo Japan とかソフトバンクワイモバイルのまとめて支払いを使って PayPay 残高にチャージした時の残高となります。まあこちら先ほどの PayPay ーとちょっと違って出金ができないのが特徴ですね。まあ他に関しては PayPay ーと同じです。次に PayPay ボーナスなんですけども、こちらは基本的に何かしらのキャンペーンとかでお買い物とかで付与される PayPay 残高となります。まあ今で言うと対象店舗で40%還元もしくは街角 p a ペイペ 第2弾ととかで利用される残、まあ、高となってますちなみにキャンペーン以外でもいろんなお店で普段のお買い物の際に決済して戻ってくるのが PayPay ボーナスとなってます、まあ、これらに関しては送金出金はできないんですけども有効期限はないので、まあ、そんなに期限の心配はしなくても大丈夫ですね そして、四つ目のペイペイボーナスライトですね。まあ、主にヤフー関連のサービスでもらうことが多いのかなと思います。例えば、ヤフーショッピングとか、あと、やっとはヤフーのズバトクとかのキャンペーンとかですかね。これらは、基本的にペイペイボーナスライトとなっています。まあ、送金とか出金ができず、有効期限が60日とかなり短いのが特徴的ですね。まあ、意外と60日って結構あるやんって思いながら気がつけば、あ、もう執行してしまいそうっていう時もあるので、これはちょっと 注意が必要ですね。 ちなみにこれらのペイペイ残高の消費される順番はざっとこんな感じです。まあ先ほどお伝えした順番の逆ですね。ペイペイボーナスライトから先に消費されて次ペイペイボーナス、ペイペイマネーライト、ペイペイマネーというような順番となっているので基本的には有効期限が短いものから特典でもらったボーナス、あとは自分で入金した残高というような流れになってますね。以上がペイペイ残高の種類についての解説でした。それではお待たせしました。先ほどのペイペイ残高の種類を踏まえた上でここからは僕なりのペイペイ残高のお得な 使いい方つつについてお伝えしますそれではまず一つ目ですね。じゃんということで、公共料金で使うということです。いや、これほんと便利になりましたよね。今、一部のその公共料金が PayPay ペイペイで支払えちゃうんですよ。しかも PayPay ペイペイで掲載したら還元率0.5%還元なんですけども、普通に銀行の引き落としとかにするよりかは全然お得だとは思います。ちなみに、1回の支払いにおける主不上限に関しては、2500円相当までとなってますので、これはお気をつけください。 ちなみに、公共料金では小さくて申し訳ないんですけども、電気だと東京電力とか関西電力、あとはガス、水道、そして、公共料金以外にも、まあ、少し前から通販とかの請求書払いにも対応していまして、ちょっとした健康食品とか美容関連の、まあ、販売代金の生産でも PayPay ペペ決済が利用可能となってます。 あと、地域にもよるんですが、固定資産税とか自動車税、住民税なども PayPay で生産できたりするところもあるので、これはですね、ぜひ公式ページのリンク貼ってますので、チェックしてみてください。ちなみに、請求書の生産方法、めちゃくちゃ簡単で、これ PayPay の公式ページから引っ張ってきたんですけども、まず手元に請求書がある状態で PayPay のアプリを立ち上げます。そうすると、画面のようなスキャンというところがあるので、ここをタップして、 そして、払い込み表の大体左下とかどこかにバーコードがあるので、まずそれを PayPay ペイペイで読み取ります。あとは請求金額、支払い金額の確認をして支払うというところをタップします。そしたらこれで生産完了という流れになりますね。 なので、わざわざ支払うために、こう、コンビニに行く手,手間とかも省けるので、それは結構楽チんンだなと思ってます。もちろん、他の決済方法の方が還元率が高いということも絶対あると思うんですけども、まあ、それに関してはもちろんご自身が一番いいと思う方法で、生産するのも一番いいと思います。ということで、それでは二つ目行ってみましょう。じゃんということで、キャンペーンと組み合わせるということですね。まあ、多分この方法を利用されている方も多いかなと思います。PayPay はキャンペーンの時しか使わないという感じですかね。 もちろんあの通常利用通常時利用しても1.5%還元されるのでまあそれはそれで嬉しいんですけどもまあ今みたいな40%から50%の還元のキャンペーンがないとなかなか利用しないということも全然ありますよねまあ来月はまたそのスーパーとかクリーニング店そしてガストでも最大20%分の還元がのキャンペーンも控えてるのでそこでまた還元される分を当てる方法も全然ありだと思います以上が2つ目ですねそしたら最後3つ目いってみましょう ドンということで、Yahoo ショッピングの5のつく日に使うということです。いや、これほんと還元率的にも、やっぱりこの日がなかなか高いですね。むしろ Yahoo ショッピングに関しては、この日しか僕は使ってないです。この5のつく日は、その名の通り、その月の5日、15日、25日、それぞれ、この3日間どれかで Yahoo ショッピングでお買い物をしたら、通常よりお得にお買い物ができます。 あと、このキャンペーンに参加するためには専用ページでのエントリーが必須となってますので、これはお気をつけください。 今この動画を撮影しているのが2月15日でしたので、まあ、せっかくなので僕のお買い物を例に出したいと思います。今回はですね、こちらの自転車のペダルが欲しかったので、6980円のペダルがどんな感じの還元率になるか見てみましょう。それがこちらですね。今一番上にトータルの還元率が21%と出てますね。まあもともと僕はソフトバンクユーザーかつヤフーカードを持っているので、ある程度の還元率は高くなります。 そして見ていただきたいのはこちらですね。5のつく日のキャンペーンプラス 4%279 円相当と出てるので、5のつく日にお買い物すればちょっとはお得になるということですね。あと、もしですね、ヤフーカードを持ってる方の場合、こ,こ、の方法も結構面白いです。今僕は6980円の商品をそのままペイペイ残高で決済したら、還元率が20%になってしまいます。 けれど、ペイペイ残高で6979円、1円引いた状態で決済をした場合、その残りの1円をヤフーカードで支払う設定にしたら、なんとヤフーカードの利用特典もしっかり加わって、これで21%還元に変わるんですよね。なので、もしペイペイ残高はいっぱいあって、なおかつヤフーカードの恩恵も受けたいという方はですね、この方法も試してみてください。 これで最後に掲載して完了という流れになります。いや、5のつく日は本当相変わらず還元率がいつもより上がるので楽しいですね。まあソフトバンク、ワインボワイルユーザーもしくはヤフープレミアム会員の方の方が、まあ、還元率高めなのでこれはちょっとした仕方ないんですけども個人的には5のつく日は嬉しいですね。以上が5のつく日についてでした。今回お伝えしたことをまとめると公共料金のお支払い、そしてペイペイキャンペーンと合わせるということ、そしてヤフーショッピング5のつく日で使うというこの 3つでございました ちなみに先ほどのヤフーショッピングを利用する際ですが僕は必ずポイントサイトを経由して必ずお買い物をしますよく知っている利用しているポイントサイトはモッピーもしくは笑うのどちらかですね今だったらどちらかを経由してヤフーショッピングでお買い物をしたら1%分が還元されますので5のつく日はさらにお得にお買い物ができますちなみに還元率は日によって変動しますのでこれはお気をつけくださいそして今モッピーに登録したら300円分がもらえて笑うの場合は最大で 800円分ががももらえるるチャンンスもあののので登録ままだの方は一応下の概要欄にリンクを貼っておきますこんなこんなで今回は今更聞けない PayPay 残高をお得に使う方法について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ PayPay に関してはぶっちゃけ活躍する場面が多いのでまだまだお伝えしきれないことも多々あるんですけどもまた何かまとまった情報などがあれば共有していきたいと思いますぜひですねご自身が PayPay の残高をこんな風に活用してますよ といいうののがあれば下のコメント欄にも書き込んでてください一応先ほどお伝えした PayPay ペペ残高の種類、あとは請求書が実際どこで使えるかとか、そして先ほどのポイントサイトのそれぞれのリンクも貼ってますので、詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 先ほどのヤフーショッピングの5のつく日に関連するんですが、意外と還元率が高いけど商品の出なはそんなに安くないというものも中にあります。なので僕は毎回送料なども含めて同じ商品をヤフーショッピング以外にも楽天市場とか Amazon とかでも比較することもちゃんとして、そしてトータルで安い方でお買い物するので、ぜひですね、そこら辺に関してはちゃんと調べることをお勧めします。ということで、ありがとうございました。